てて。はい、皆さんこんにちは、ビジマです。今回はですね、第291回目ということで、届きたてのですね、はい、ディーラーズグリップさんから出してくれたパーのご紹介でございます。てててててててっていう感じですね。手がいっぱいのトランプでございます。それでは近くで見ていきましょう。逆だね。はい。もう逆じゃないんだけど。はい、では近くで見ていきましょう。シャキーンとここにですね、今日はですね、ディーラーズグリップさんのでパームっていう感じで書いてあります。まあ、直訳すると手のひらですね。はい、こんな感じで、まあ、手がね、6種類ここに書かれているんですけれども、ここにもディーラーズグリップさんのマークが入っております。はい、で、こんな感じで情報が入ってるんですけど、まあ、KY 製ですね。デザインドバイオリバーさんですね。はい、こんな感じで、はい。で、下がこんな感じで、It's all in your heart.って書いてあります。はい、こんな感じで、これね、パッと見 QR コードみたいに見えるんだけど、これ手が入り混じってますね。入り乱れてるっていうのかな。こんな感じで手がいっぱい重なってるっていう感じですね。で、こんな感じで手のシールでございます。で、裏にも大きな手と。はい、オープン。まあ、これちょっとビニールっぽいシールだったのでね、切りづらかったので、取る際はね、皆さん気をつけてください。で、ここにも It's all in your hand って書いてあります。チャキチャキン。で、広告がですね、こんな感じに入ってて、で、ダブルバック。で、広告かな？まあ、オープンナーって書いてあります。ニューヒャーみたいな感じですね。で、ここにも It's all in your hands って書いてあります。まあ、この2枚はまあ、ジョーカーにできなくもないですよね。ダブルバック、広告っていう感じです。はい。はい、表側こんな感じでございます。バイシクと同じですね。で、絵札はこんな感じで、ちょっとなんていうの、エメラルドグリーンみたいな感じのですね、色合いですね。お、早速出たけど、ダイヤのエースはこんな感じで、パームって書いてあって、ここに52びっくりマーク。で、なんか、こんな感じで、なんかカメラこうやって撮るような感じのポーズをしてますね。はい。で、まあ、クラブは普通なんだね。あ、出てた。これね、ブラッシュの時言うの忘れたんですけど、スペード7がね、ブラッシュもそうなんですけども、まあ、スペード7だけなんかこうマーク横になってて何かしら書いてあるんですよね。これ見えるかな。ピント弱い。OK。あ、ちょっと今一瞬。OK。SOS っていう風に書いてありますね。こんな感じでございます。はい。なんか、エメラルドグリーン感かなり綺麗ですね。はい。まあ、特にでも特徴的なところはあんまりないかな。っていう感じです。でも見やすい。で、こんな感じで赤主張っていう方もあります。こっち、どちらかというと緑主張で、こういう感じですね。黒い方は赤主張になってるのかな。っていう感じになっておりますと。ハート今回普通だね。ブラッシュの時ハートがすごい派手だったけど。で、スペードも普通です。で、ジョーカーは入ってなくて、まあ、やろうと思えばこの2枚が一応ジョーカーの代わりになるのかなっていう感じでございます。表はこんな感じ。はい、裏でございます。こんな感じですね。まあ、この声と一緒なんですけれども、6種類の手がですね、こんな感じ。一応天地は長いのかな。まあ、こことも、ね、一緒なんでね、こういう条件になってると。まあ、細かいところはわかんないけど、多分これ一緒なんじゃないかなと。思います。で、まあ、ディーラーズグリップさん、大体、まあ、ブラッシュの時もそうだったんですけど、ここはね、大きいよね。かなりね。他の外の、外枠がすごい、フレームが大きいっていう印象のトランプですね。で、まあ、赤と黒こんな感じであるので、なんか、シンリムさんみたいなイメージをね、された方も多いんじゃないかなと思います。こんな感じでございますね。まあ、かなりいい感じです。スプレッドするとこんな感じです。ちょっとね、白い方がね、すごい目立つので、まあ太いのでね、こんな感じスプレッドしてもですね、まあ赤と黒のとこがちょっとしか出ないっていう感じですね。はい。ビビビビ。あ、はい。で、質なんですけれども、まあ、個人的には結構固めのトランプなんじゃないかなと思います。あと薄さが、こんな感じ、こんな感じで言うとわかんないか、結構薄いですね。普通のバシクルとかに比べたら2、3枚薄いんじゃないかなと思います。はい。で、個人的には硬くて薄いトランプが好きなので、僕はですね、かなり好きな方のトランプでございます。で、デザインもね、普通にかっこいいなと思いますね。赤と黒が好きっていうのもあるんだけど、まあ、これはまあ、個人の自由なんで、自由というか好き嫌いにかなり当てはまるんですけれども、まあ、デザインではなくって、どちらかというと色合いとか、あとはトランプの質がかなり好きっていう感じですね。で、まあ、このね、手のたくさんのデザインは、まあ、普通っていう感じですね、個人的には。ただ、かなり、個人的には使いやすいトランプなんじゃないかなと思います。はい、シュビ、あ、引っかかるよ。シュビシュビ引っかかってます。はい、シュビシュビパーアルバスベースバース。ただこういう面白いデザインなので、まあ、ディスプレイ系とかはかなり映えますよね。まあ、特化見るとちょっとなんだかよくわかんないんですけれども、かなりいいんじゃないかなと思います。はい、シュビパーありゃジョバシ。まあ、ディスプレイといえばね、僕の場合はもうサークルカットなんですけど、もシュビア。うわー、なんかちょっと怖えな、ホーラーチックになってんな。はい、こんな感じでございます。
ジャバシ。はい、ということで今回はですね、ディーラーズグリップさんから出たてのですね、パームのご紹介でございました。僕もディーラーズグリップさんからですね、直接買ったんです。僕持ってるよ、こうかな。まあいいや、まあディーラーズグリップさんから直接買ったんですけど、1個1500ドル、あ、1500ドルじゃない、まあ、15ドルで、1500ドルだったら15万ぐらいしちゃうわ。まあ、1500円で、まあ、アメリカというか、普通に15ドルなんですけど、まあ、日本ですると、まあ、1500円前後ぐらいですね。1600円、1700円ぐらいするのかな。で、あとは送料があるので、まあ、ちょっと高いんですけれども、完売しちゃってるので、多分ですね、多分増刷って言わねえか、トランプは。まあ、普通に、追加販売はする予定はないっぽいので、まあ、日本でですね、まあ、取り寄せている、まあ、プレイフェアさんとか多分取り寄せてると思うんですけれども、そちらの方で購入していただければなと思います。まあ、ちょっとやっぱり1500円よりは高くなると思うんですけれども、まあ、個人的には硬くて薄いトランプが好きな人はいいんじゃないかなと思います。あとディーラーズグリップが好きね、好きな方でもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はパームのご紹介でございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。ということでバイバイ。カビン、おー、危ない。面白いデザインだね。手や。